はい、三木英子です。で、まあ、今回のテーマはちょうど鳩山由紀夫さんが北海道地震と CCS の、 関係性を語るということがあって、まあ、それでちょっと炎上したということで、まあ、その地震についてちょっと考えていきたいと思うんですね。で、まあ、ちょっと鳩山さんのその発言と、まあ、具体的なところは調べてるわけじゃないんですけれども、ただ少なくとも CCS と地震とは絶対に因果関係があるということは結構まあ専門家だったら普通は知ってるんじゃないかと。で、ただその、まあ、政治家的なレベルのその答弁になると関係してるっていうふうになると、まあ、業者が困ってしまうから普通は因果関係ないっていうところで、まあ、通してしまうわけですね。で、まあ、特に新潟県の方の中越、まあ、地震、まあ、中越沖地震、まあ、両方とも CCS との関係が、まあ、疑われてるわけですね。で、まあ、ここでそのじゃあ CCS とは、まあ、何ぞやっていうと、まあ、多分この番組見てる方だったらみんなほとんど、まあ、ご存知じゃないかなと思うんですけれども、まあ一つは名目上はその CO2 の削減計画として、まあ、二酸化炭素を液状化して地中に埋めていくとっていうふうにするんですけれども、まあ、そうするとまあ、今までの例でいくとその中越沖地震はそれをやった後に、まあ、地震が起こっていると。で、まあ、世界的にもそういう関係性っていうのがほぼまあ、疑われるし、まあ、例えばそのダムを、まあ、よく作ってるような、まあ、中国とかでもそうすると地震の原因になるとっていうことがよく分かってるような、まあ、結果なんですね。で、それがまあ、なぜそのじゃあ地中に埋めたりダムがそういう悪さをするかっていうことなんですけれども、まず地震の原因って何ぞやっていうことなんですけれど、私まあずっとなんかプレートテクトニクス論で教わってたので、まあ、プレートの岩盤の、まあ、歪みエネルギーが、まあ、このぶつかり合った時にこういうふうに流れていってプレートが上に上がろうとして、でそこのエネルギーで地震起こるみたいな、まあ、結構誤った説明を、まあ、未だになんかその、まあ、日本の地震学会とかがなんか適当なことを言ってて信じ込まされているからよく分からなかったわけですよ。でそれでまあもともとそのオウムの方で人工地震の話が出てきたり、で東日本大震災の時にベンジャミンと、まあ、一緒に講演会やったりしてて、まあ、ベンジャミンは核をまあ使ってるとっていうようなことも言ってたりして、本当にそういうことが可能なのかとっていうことをまあ真実がどう